わためも外出たの。あ、そう、わためもね、今日外に出まして、はーちゃまとランチをしてきました。うん、なんかね、海鮮丼とかのね、個室があるところ行ったんだけど、あ、そうなの、なんかね、しゃぶしゃぶ行こうと思ったんだけど、閉まってて、あ、じゃあもうここにしようかって言って、そう、マグロのね、漬け丼とね、あとね、カニをね、は結構、丼は別々で、一個ずつ頼んで、で、カニは、一人前頼んで、まあ、それぞれ、そう、足食べたりとか、したんだけど、でも、カニの食べ方が、わかんなくて、このハサミどうやって使うんだろうね、で何かね、必死でね、剥いてね食べてた。あ、でも2人でね6000円ぐらいだったかな。うん、まあランチだしね。ね、でも美味しかったよ。あ、オブでのハーちゃんはどんな感じなの。かわいいよ。なんかね、ハーちゃまはね、白いワンピースをね、着ていて、わためはね、黒というか、紺というか、そう、対照的なワンピースをね、着ていったんだけど、うん。清楚だよね。そうだよ。うんうん。まあちょっとご時世的にね、なかなかこう外に出るのちょっとまあね、いろいろありますけど、まあ手洗いがちゃんとして、マスクもねちゃんとして、で消毒とかもねちゃんと、して体調にも気をつけて、ちゃんと熱測ってから行って、うんうん、なんかまあ、たまにはね、外に出て外の空気を吸うっていうこともいいなと思いました。はーちゃま好きだよ。めっちゃ好きだよ。そうで、嫁はわため一人で十分だよ。